ゃあね、形成体の話をしていきたいなと思います。でね、形成体のこの実験なんだけども、この実験はね、シュペーマンって人がやりました。シュペーマンさんの実験なので覚えておくように。センター何度も言ってますが、人の名前狙われることが最近多いので、毎日覚えてください。シュペーマンさんの形成体の実験です。 OK。 で、このカエルっぽいんだけど、これスジイモリっていうのを使います。スジイモリさんです。ではちょっと覚えてください。スジイモリで、実験しますと。で、これ、さっきのカエルと一緒です。これ何肺の何期ですか。そうね、これ幻聴肺で、幻聴肺の初期ですね。貫入が始まったってところでした。はい、ちょっと復習。ここ何でしたっけ。今青く塗った部分は何でしたっけ、覚えてます。そうだね、現行配信部だね。ここは現行配信部って言います。で、シュペーマンさんは思ったんだね。この現行配信部をあるスジイモリから違うスジイモリのここに入れたらどうなるんだろうっていうふうに考えました。 OK、 どうなるんだろうかなって考えました。で、成長させたのね、そしたら一見ね、普通のスジイモリの、肺成長したように見えました。見えたんだけど、それを切ってみました、切ってみたら、実は違ったんだね。で、そういう話をしていきます。で、切ったら実は違ったんだけど、まず、この移植されたイモリの神経管があって、脊索があって、ここ何でしたっけ？ここ大切ですね。大切があって、側板がこう伸びるとこまで一緒なんですよ。ここから事件が、内肺葉も一緒ね。ここから事件がありました。この、ここから、ここに映された青い部分が、ここの青い脊索になりました。OK？ ただそれだけじゃなかった。側板の一部にも、青いのが混じってました。OK？で、ここ大事。神経化ができるよね。脊索があったら誘導して神経化ができる。それは覚えてるかな。その前の映像見たら分かると思うんだけど、誘導して神経化ができる。神経化は青色か白色どっちだろう。そうね、迷うね、ここね。実はこれ白色です。なぜ白色かっていうと、この青い脊索がもともとあった白いところの外肺葉を引っ張ってきて神経管を作るんだね。 OK？ もう一回言うよ。ここに向こうから持ってこられた現行配信部が脊索に育ちました。で、脊索に育って、脊索は何をするかっていうと、もともとあった外肺葉から神経管を作ります。ってことは、もともとあった外肺葉っていうのは白色の移植されたイモリの、体の外肺葉だから、神経管は外肺葉、その白色の外肺葉出身の神経管っていうのに振り返りますね。 OK ですか。うん、これが分かったんだけど、これが実験で分かりました。で、このね、シュペーマンさんはこれで何を予想したかっていうと、現行配信部が変更配信部が、まず脊索になったのが分かったね。それは OK。 まず鍵準備してくださいが、変更配信部が脊索になりました。そして脊索が誘導をして、誘導というのは引っ張ることね、こうなりなさいって指示出すことを誘導と言いますね。これちょっと難しいことでますが、予定運命を変えました。もともとは表皮になる予定だったのを神経管に変えちゃいました。予定運命を変えた。で、この他の予定運命を変えちゃう、誘導するやつ、これを
形成体って言います。オーガナイザーとも言うけどね、まあそれは覚えておいてください。まあ、形成体って言います。 OK。 でシュペーマーズは形成体を見つけたんだね。うん、これが大まかな実験の流れです。形成体ってこういう話ね。 OK。 これを、覚えておけば、センターのね、考察問題でも生きてくると思うので、まあ、これ流れを覚えておいてください。じゃあ次進みましょう。